ラジオネームミカさんから、この間の公開収録行きました。ありがとう。もちろんイングク目当てで、今回歌わなくて残念でしたが、あんなに近くで話が聞けてすごく嬉しかったです。初めて見たビッグスターワズアップの歌、パフォーマンスも良かったです。すごい楽しめたので、また公開収録あったら行きたいなと思いました。また開催してください。ありがとうございます。ラジオネームテツコさんから、久しぶりにソイングクで K-POP にスイッチが入ってしまった40代の主婦です。公開放送をワクワクドキドキしながら楽しんだ一人です。2階から静かにこっそりとグクを見ていました。過去笑い、初グクは素敵でした。トークのみでしたが、ワンフレーズを歌ってくれて足の疲れも吹っ飛びました。またぜひ出かけて、今度は1階で見てみようと思ってます。徹子さん、ありがとうございます。今夜はソイングクさんのトークの模様をお届けしますので、楽しみにしててね。そして K クイズのプレゼント、ビッグスターワズアップソイングクさん全員のサインが入った F 横ステッカーを2名の方に用意してます。手に入れてね。あ、そしてソルの太陽がソイングクさんです。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、子供たちからずいぶん大人の方たちまで、ね、どういう言い方がふさわしいか分かりませんが、幅広いもうファンがいっぱいというね、ソイングクさん、まあ、俳優でもあってシンガーでもあるということで、皆さんいろんな出会い方を、声から出会っている人もいらっしゃると思いますし、ドラマからという方もいらっしゃると思いますけれども、いつから、いつ頃からシンガーを目指してらっしゃったんですか？가수의꿈을가진것은제가굉장히어릴때였어요그때는뭐가수라는단어도몰랐고그냥노래를하는사람이되고싶다라고생각했는데그게자연스럽게가수라는꿈을가지게됐고지금의제가있게된것같아요僕が歌手としての夢を持ち始めたのは本当に幼い時からだったんですね。でもその当時というのは歌手っていう単語自体も知らなくって、ただ単に歌を歌う人になりたいなというふうに思っていて、でそれがで自然に歌手になりたいということを夢見て、それで今現在の僕がいます。ああそうか、じゃあ小さい頃からの夢を叶えたということですね。はい、なるほどね。いろんな作品出てらっしゃいますが、初めての作品は2012年のラブレインですよね。冬のそなたのユソコ監督の作品に出るということで、それを最初に聞いた時にはどう思われました？일단처음연기를한다는것에굉장히겁을많이먹어서일부러그캐릭터를하기위해서좀뭐랄까요서인국의모습이안보였으면좋겠다는생각이가장컸어요그래서살도찌우고머리도기르고안경도쓰고했었는데저를숨기는그런행동들이전부이제캐릭터를잡는거에있어서굉장히좋은공부가돼서지금의연기를했을때굉장히많은도움도되고있어요一番最初は演技をするということにちょっと恐怖感も感じたんですね。ですから最初はそのキャラクターを作るためにあえてソーイングっていうキャラクターをなくそうというふうに思いました。ですからわざと太ってみたりですとか髪の毛を伸ばしてみたりですとか、あるいは眼鏡をかけたんですけれども、そういうことが非常に重要であったというふうに思います。今現在演技をしている上でそういったことがとても役立っています。なるほど。そう、社会現象にもなった次の作品になりますね、応答せよ1997。もうすごい韓国ではもちろんなんですが、日本でももう大人気の作品で DVD もめちゃめちゃ売れておりますけれども、皆さんご覧になってますよね。ねえ、いや、ドラマね、こう初恋の相手をお兄ちゃんも好きになっちゃうっていうね、ああいう状況になったらソイングクさんはどうですかね。どうする？싸워야죠。喧嘩しないと、戦わないと。좋아하는여자를아무리친형이라도포기할수없는부분이라좀정말진지하게싸우고나서그다음에이제그여자의마음에따라서결정될것같아요。好きな女性ですから、やはりいくらそれが実の兄だとしても諦めることはできないというふうに思います。ですからまずは真剣に戦ってみて、その次に女性の気持ちによって決められることだと思います。あ、なるほど。じゃあお兄ちゃんがどうしても俺に譲ってくれって言って、土下座でもしてもとにかく譲ってほしいって愛するお兄ちゃんから言われても、戦う、싸워야죠。はい、戦います。僕は戦うんだね。戦う男だね。네뭐형이사랑하는만큼나도사랑을하겠죠。그러니까싸우겠죠형이랑。
兄が愛しているのと同じぐらい僕も愛しているので、ですから兄と戦うと思います。もうこう思うままに素直にまっすぐという、そういうことですね。正直かげねえ、もうみんなまっすぐ見すぎだからね、ちゃんと瞬きしてくださいよね、本当にびっくりするぐらい視線がこっちにこう集中しているので驚きますけどありがとうございます。でもどうですか、ソイングクさんは昔を振り返ってみて、あの頃良かったな、あの頃に戻りたいななんていう、そんな時代はありますか？그런생각굉장히많아요。정말아기때로돌아가고싶다라는생각을제일많이하는것같아요。本当にそういうことをよく思います。特にですね、本当に子供の頃に戻りたいなということは本当によく思います。子供の頃、例えばどういうことをしてた時代ですか？그냥아무것도모르는초등학생그뭐그때뭐고충도있겠지만그냥하루하루가즐거웠을때그때로한번돌아가고싶다는생각을가끔씩해요。ただ単に何も知らなかった小学生ぐらいの時、本当に一日一日が楽しかった、あの時期に戻りたいなとよく思います。じゃあもう今はもういろんなこと毎日考えたりして忙しいってことなのかな。네、그래서그냥아무생각도없을때그때로한번돌아가고싶어요。はい、だから何も考える必要がないとき、そういった時代に戻りたいと思います。なるほど、やっぱり忙しいですもんね。じゃあもうそんな忙しいときではあると思いますが、まあね、そういうときはこうゆったりした女の子、癒し系の女の子がいいのかなと思ったりしますが、そのオートセオのようなシュオンみたいなマイペースなガチャ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 ってした女の子はどうですかね？되게즐거울것같아요。그러니까제가좀뭐지쳐있을때나이런거있을때옆에서응원을해줄수있을것같은생각이들어서굉장히즐거울것같아요。そういう方が横にいるととても楽しいだろうなというふうに思います。例えば僕が疲れている時になんか横で応援をしてくれるような、そういった女性がいたら楽しいだろうなと思います。じゃあ疲れている時にうるさいってならないんですかね？가끔씩그럴때도있겠죠。時々そういう時もあると思います。そうですよね、ありますよね、そりゃね。さあ、韓国で人気のドラマ高校夜あたりを一人二役でやってらっしゃいますけれども、ね、この主演ドラマが来週12日で最終回となりますが、撮影を終えていかがですか？촬영이어제끝났어요。어제끝나서좀뭐랄까요되게어제잠깐한국에서도인터뷰를하긴했는데실감이잘안나요사실당장또한국가서촬영해야될것같은느낌이들어서뭔가기분좋은데뭐그냥솔직히말씀드리면은시원해요。네시원섭섭하다는느낌일까？네。実はですね、撮影自体は昨日終わったんですね。それで韓国でも昨日少しインタビューをしたんですけれども、まだ実感が湧きません。なんか韓国に戻ったらまた撮影をしなければいけないような、そんな感じがします。で、率直な気持ちを申し上げますと、本当にすっきりしました。すっきりしたけれどもなんか寂しいっていう、そういった気持ちです。なるほど、一つのことを終えてすっきりしたというね、そんな感情でしょうね。でもね、この後もドラマでたくさんキスシーン見たいですね、皆さんね。はい、頑張ります。はい、お願いします。もう嬉しいですね。그리고저팬서비스로노래를짧게불러주고싶은데괜찮을까요？この場でですね、ファンサービスとして本当に簡単にちょっとだけ歌を歌いたいんですけど、よろしいですか？マジ本当ですか？짧게本当に短く、さらっとだけ。わあ、これはサプライズ、鳥肌立っちゃった。じゃあせっかくですか、お願いします。はい、그고교최세왕 OST 돌아오는길을、네、OST にある曲を歌いたいと思います。はい、では、はい、高校夜あたり王の OST です。じゃあけキWhat can I do? I don't know how to feel myself. Can move it on to feel myself.어떻게해야하는건지아직도잘모르겠어다시돌아갈나의모습이두려워서인지그게아니면돌아서게될내모습이겁나서인지もう素晴らしいサプライズでしたね。これはね、
あーもうよかった。さあ皆さん、最高の夏の一日になったと思いますが、お別れの時間が来ちゃいました。そうソイングクさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあいかがでしたでしょうか、公開収録ソイングクさんとのトークの模様をお届けしました。いやー突然本当にあの自ら行ってきてくれたんですよね、歌ってくれるということでね。そうそう、このトークの前にですね、ワズアップのステージが終わってソイングクさんをお迎えした時に、まあ、あのワズアップのメンバーとハイタッチしてたソイングクさんに、あのね、ワズのジュン君といろいろこうつながりあるみたいだけど、どんな付き合いしてんのって聞いたら、あのどっかいいお店ないってことで、あのいろいろ聞いたりで、そのお店に行ったりで何かの話をして、女の話してるって言ってましたね。何かの話で何か言ったんだけど、女の話って聞いて、その瞬間に全てが飛んじゃったぐらいものすごく私は受けましたけど、会場もかなり湧き上がってましたがね、とにかくすごくファンのみんなに優しくしてくれました。いろんなことが聞けましたね。翌日はファンミーティングがあったということでね、たくさん歌ってくれたようですが、堪能された方よかったですね。少しでもイングクさんの歌声が聞けてうっとりしちゃいました。ラジオネームソサタンからいただいていました。他にも収録に来てくださったみゆきさん、みなこさん、さよりさん、あきこさん、他たくさんの皆さん、メッセージリクエストありがとうございます。ではアカペラでも歌ってくれた曲をお届けしましょう。ドラマ高校夜当たり王の OST から帰り道。언제부터어디서부터이제는잘모르겠어어쩌면지금이모든게내가원하던것인지어느새나도모르게모든게익숙해지고있어헷갈리는나의모습속에서헤매이고있는걸 What can I do? I don't know how to find myself Can't move on until I find myself 어떻게해야하는건지아직도잘모르겠어다시돌아갈나의모습이두려워아니면돌아서게된이모습이겁나서인지언제부터어디서부터너를좋아하게된건지어쩌면지금이사람이정말내욕심인건지나도모르게너에게다가가고있는걸엇갈리는나의모습속에서헤매이고있는걸 What can I do? I don't know how to find myself Can't move on until I find myself 어떻게해야하는건지잘모르겠어다시돌아갈나의모습이두려워서인지그게아니면돌아서게된이모습이겁나서인지나에게로돌아오는길I'm not afraid to die.